シェルビー軍はアメリカ合衆国オハイオ州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は49,423人であり、2000年の47,910人から3.2%増加した。軍庁所在地はシドニー市であり、同軍で人口最大の都市でもある。シェルビー軍はその全体でシドニー小都市圏を構成している。 軍名は、ケンタッキー州知事を務めた、アイザック・シェルビーにちなんで名付けられた。18世紀に、アルゴンキン語を話す小児族インディアンがこの地域に入ってきて、言語的に関係のある、オジブワ語を話すアニシナーベのオタワ族を追い出し、北西に追いやった。小児族には、東部の植民地で白人に追い出された色濃い連邦の、セネカ族や民語族も加わった。1792年、 ヨーロッパ系アメリカ人開拓者、ジョン・ハーディンがこの地域で小児族に殺された。初期開拓者は彼にちなんで、軍長所在地をハーディンと名付けた。シェルビー軍は1819年にマイアミ軍から分離して設立された。その中には、長年ミスターやニューブレーメンの町が含まれていたが、1848年にシェルビー軍とアレン軍の一部を合わせて、 オーグレーズ軍が設立されると、その中に入ることになった。1846年バージニア州から、ランドルフスレーブスと呼ばれた383人の自由黒人集団が、軍内のある時にラムリーに入植した。彼らは1833年までに、バージニア州のプランテーション所有者ロアノークのジョン・ランドルフの意志によって解放されていた。 ランドルフは交通費と自由州の土地に入植する費用を出した。その解放は、ランドルフの意思に対する意義申し立てが裁判所に出されたことで遅れたが、1846年に自由を得て移動してきた。ランドルフは40歳以上の者に、それぞれ10エーカーの土地を用意した。当時の歴史書ではラムリーについて、次のように記していた。400人の黒人がおり、 白人の隣人と同じくらい繁栄し、四季、宗教、地性においては白人に等しかった1900年、この集団の生存者と子孫がランドルフ、元奴隷協会を結成し、ピクは近くのミッドウェイ公園で最初の同窓会を開催した。当初の開拓者の中から62人が参加した。彼らはバージニア州では奴隷制度の中で生まれていた。 解放後に家族と共に小さな子供として、オハイオ州にやってきた。バージニア州のニックネームにちなんで、彼らは、オールドドミニオンと呼ばれた。オハイオ州で生まれたものは、オハイオ州民と同じく、バッカイと呼ばれた。その後長年にわたって、同窓会がトロイとシェルビー軍祭事広場で開催され、100人から300人が参加した。アメリカ合衆国国政調査局によれば、 軍域全面積は410.69平方マイルであり、このうち陸地407.68平方マイル、水域は3.02平方マイルで、水域率は0.74%である。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。シェルビー軍ツシドニーを東から望むシェルビー軍は、下記14の軍区に分割されている。ありがとうございます。